すべてをポジティブに捉える。どうも、長友佑都です。SC ウイルスタジオはい、ということで、はい、今日は特別ゲスト、リボンさんにお越しいただきました。ありがとうございます。はい、まあ野球出身者なんですけども、はい、今日は、戦っていただこうということで、はい、今日はワールドカップの予選2戦目、はい、日本対セネガル。あー、いい試合、はい、すごい試合が始まるんです。日本この前負けました。コロンビア絶対負けられない、絶対負けられない戦いがあるんです。コメント考えようね、しかり強兵が日本を使って、そしてリボンがセネガルを使う。セネガル側してる、セネガル側してる、一番セネガルバックになっちゃう。さあ俺もこっち見ちゃってる。絶対に負けられない戦いがあるんです。それはキリンチャレンジカップでもない、ワールドカップです。もう何言ってんだこれは。実況解説は私ジョン・カビラが行います。あ、雨降ってる今。さあ実況やっていきましょう。お前やつのイメージあるから。で、俺が日本を使うんだよね。見てまいりましょう。日本対セネガル、エキシビションマッチです。さあ、ありえないパス回しから。さて北澤さん、はい、そんなパス回しはありえないが、ありえないパス回しから相手を崩していきたいところ。さあ、ほぼほぼ初心者のリボンさんなんかね、勝たないと。やっぱりここで勝って日本の勝利を願いたい。なるほど。やっぱり運試しみたいなところありますからね、これその本当のワールドカップ。確かに何かやってくれそうな選手です。この結果になったら面白いんじゃないかというね。足速い、この選手フィジカル違うな。いいですね。うん、素晴らしい。まあファーストシュート欲しいですね、どっちかが。いややっぱりシュートで終わらないとね。左サイド上がっていきます。よく言います、ね、やはり日本に勝ってほしい。抜けてくる。あー、こう出してほしかった。今また中に入る。これはチャンス。長友からパワーサイド、これはクリア。サイド攻められたね。先日行われました、吉田一呼吸を置きます。先日この前か、行われました、はい、高校サッカーね、すごい熱かったですね。熱かったね。もう素晴らしい戦いでしたね。前橋育英対千葉県流通経済柏、素晴らしい戦いでした。後半ロスタイムで決める、劇的だよね。いや、僕的にはね、流通経済にやっぱりなんか監督がね、なんかガンから帰ってきたっていうなんかエピソードがあったんで、なんかそう、余命なんか余命8ヶ月なのに、それを乗り越えてやってきた監督がね、やっぱその人に優勝ね、味わわせてあげたかったけども。まあでも前橋育英のすごいね、飯田選手だった。飯田だった自分で行く。うわ、負けも、バケモンシューター、バケモンストレート。いや素晴らしいですね。ここはやばかった。166センチでね、あんだけやっぱりすごいシュートがすごいね。ゴールキーパーだけが準備していた感じですよね。あの形は作らせてはいけませんよね。ああ、感動でしたね。このボールには合いません。お二人さん、話してくださいね。全然実況とかじゃない。そうですね。展開がなさすぎて、話すことがないんだよ。なるほど。そう。膠着してるっていう。ムムッという感じですね。まあでも結構ピンチではやばいやばい、やばいやばい、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 やばい。ファーストシュートはなんとリボンが、いやいやいや、リボンが取るんです。あんなにちょろいですね。普段がちょろい。そうよかったよかった。いや俺マジでもノリってやつは本当にボロ負けしてたから、さあでもここで日本が負けてしまうとグループステージ敗退となってます。そうね、負けてるから俺らでは。それはどうにか組み止めたい。勝たなきゃいけないんです、これは。危ない、やばいやばい。あお、早いよ、なんか早い。なのでワンチャンス、強兵が点を取られた場合僕がやります。マジでマジで出てきちゃう。やるんです、日本勝ちたいっすよね。やはり日本勝つところ見たいでしょう。見てる皆さんどうですか。あーもう、やばいやばい。いいよ。さあどんどんね、回していきたいですよ、日本としては。やっぱりフィジカル面ではちょっと劣る場面があるので、前半でね、点入れていきたいんですよね。足が速いんですよ、なかなか。やっぱり足が速い、ストライドもね違いますから。細かくパスをつないで攻め込んでいきます。
やべえやべえ、抜けられない、サイド。やっぱサイドから崩して期待感はありますからね。右サイドを上がっていきます。うる。来ましたよ。いやー。いや。連携がないわ。終わっちゃった。前半終わっちゃったじゃないですか。やっぱ俺押してる感はありますねこれね、うん、そうだね、うん、まあ今のところはね、北沢さん、ちょっと 0-0 っていうのはちょっとありえそうだね、絶対ある、うん、これはね、ちょうど俺と強兵の実力が合ってる、作り方なんかに強兵はどんだけ雑魚なんですか、結構やってんだけどね、おかしいはあるんでしょうか、ゲームチャンネルでこんな下手な2人を見せるって相当すごいです、下手とか言うの見られませんでした、下手でしょ、下手です、僕も上手くはないけど、ひどくはない。多分。結構ひどいです、ね。ひどいんだよ、ね。右サイド上がっていく。わわ。そういうところもちょっと楽しみながら皆さん見てください。はい。いやー。ダメだな。ヘディングが。ヘディングが甘い。ボルトが10人いるよこれ。そんないる？それジャメイカです。勝敗。ジャメイカですよそれ。勝敗。なんで俺今。ネイティブの発音で言うんだジョメイカって何ジャメイカジメイカジャマイカよね何ですジャメイカジャマイカですジャメイカですちょっとねおー、右スティブだ右スティブだ3球の違うこれはチャンスあ、いやチャンスチャンスこれは決めたい金手決めてくれうわーゴール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 決めてくれるんですおかつあっき決めたのは岡崎今絶対外したと思った、外さないんだねそこは最後ださあ日本先制はい決まった素晴らしいやはり横幅と縦幅を目いっぱい使われると守るが難しいですよねそれにしてもチームとして素晴らしいさあここからノリに乗っていきたいこれもうーいナイスキーパーナイスキーパーいいよナイスキーパーから来てるねやばい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 完全に実況側が日本側なんですどうもすごい悲劇してるよな悲劇ですこのピンチよく防ぎましたカビラ J の J は日本人のジャパンの J ですどうも足元大事にいきますそんなあれなんですか悲劇ですこれは奪い返しますあ、鬱陶しい鬱陶しいおっとここで取りたい鬱陶しいああ神風特攻隊俺の必殺技ですまあねやっぱりここら辺でやっぱ後半落ちてくるんだよね日本は、うん、どうしてもスタミナがそうだからここでやっぱりジャメイカじゃねえわどこやったっけセネガルですあセネガルセネガルモテリアセネガルとしては今の形やはりフィジカルを生かした攻撃をねしていきたいですねとにかく前ですよねとにかく前ですよねお兄さんも言ってるんですそうですね抜かれるんだよさあここ中入れていきたい抜かれシュートまで持っていきたい持っていかせませんじゃあここはマヤさんちょっと慌てましたかね吉田マヤいいですねでもまだ時間ありますから分かりませんよね時々ひげ面になりますからね彼かっこいいんだよねかっこいい吉田マヤ東証っぽいよ、うん、てか最近なんか東証っぽくなってるよね、うんあいやうわあ危ないうわ川島が吠えているいや今ちょっとやばかったな今危ないな今のマジか惜しいわありそうああいうシーンいや負けてらんないですよセネガルなんかリアルだなぽいありそうなんかこんな試合リアルな試合をやっちゃってるのにこんなパス回しは絶対ないけどこの結果的には結構ありそうな感じここもチャンス来た香川真司香川真司シャララシャララ応援を始めるなお前超アウェーですよ俺超アウェーですよ今俺今のファールでイエローカードをもらっていますあなんかあったねそんなニュースでやってたわそうそうそううわっうわっ今入れば原口がこんなトリッキーなパスでシュートを見せてくるしないでしょそんなうわ惜しいあなたウイリだから元気ですね今週ウイリだからしてるでしょ本当にさああと残り5分いや決めますよ勝ってくれ日本そして希望の光を見せてくれ日本としてはこのまま終わりたいですよねそうですね、あとは対面でのミスローを待つ、ねうん、いいんじゃないか
あ、アウト。ファール。ひどい、悪質。いや、それぐらい。これ絶対ファールだろ。これ絶対ファールだよ。これイエロー、イエロー。いや、イカれるぐらい。レッドだよ。いや、イカれる。痛い、痛い。イカれるぐらいだったらやっちゃった方がいいです。香川、うまいですから、この人。リアルフィーヒット。直接。お、うわー、ゴール。香川真司。うまい。うわ、うわ、うわ。えぐっ、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 一歩も動いてない、超綺麗だった今の、キーパー一歩も動いてない、えぐっ、うん、まい、今のスーパーモルスイでしょ、今のはやばい、超綺麗、初めて見た、あんな綺麗なね、さあ日本、すげえすげえ、はい、勝ちました、日本、さあ日本が勝ちました、やった、ありがとうございます。さあ結果的にはセネガルと2対0の、圧勝、はい、次回に持ち越していきましょう。次回の相手はどこですか。ポーランドです。ポーランド、ポーランドはランクがね一番高いチーム、負けるなこれ、日本、日本負けるな、いやいや絶対に負けないんです、うん、我がサムライブルー絶対負けません、いや負けるいきましょう、バイバイ、まあ、決めてないんかい、終わるよ、なんだ、それではチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。グッグッ。